下に。あ、エッツよ。よかった、生きていて。聞きましたよ、総督をやったって。俺は犯人じゃないよ。助けたかったんだがダメだった。おかげで町中のお尋ね者さ。でも運がいい、ちょうどカーニバルです。みんな顔を隠していますからね。だから来たんだ。適当な仮面を持っていないか。ありますとも、確かこの辺に。オンに着るよ。それとこいつは土産だ。おお、写本ですね。これは複雑だな。これは設計図ですね。手首につける武器だけど剣じゃない。どうやらこれは火薬を使った武器のようですよ。それにしても小さいな。作れるか。どうでしょう、とにかく作ってみますよ。何をしてるの？危ないんじゃない？助けられてばかりだな。いえいえ、でも戻ってきたのには理由があるんでしょ？あの新しい総督の件で、マルコとか言う。ならアントニオと話すことですね。最近よく見かけるんです。そのある場所で。きっといますよ、ドルソドゥーロに。南です。シスターに聞くといい。シスター？まあその一応はシスターです。それと今日は武器を持ち歩けませんよ。分かっているさ。で、仮面の方だが。アントニオ、話がある。エッツィオ、よう、どうした。テオドラ、紹介しようこの町で一番の腕利きを。シニョラ、ああ、なるほど、シスターだ。信心深い人間とは思わなかったあら、これも宗教と同じことでしたよ。救うべきは心だけじゃないということ。ほら、こっちへ来い。飲めよ、女も。人殺し、ひどい。ルチアを刺してお金を取るなんて。待て、エッツよ。腕のほどを見せていただくわ。さあ追って。俺に近づくな。別のやつをバラされたいのか。殺したくねえんだ。急げ、早く逃げるんだ。こんなところに。しましたよ、エッツ。お前が行くところ厄介事あるじゃない。アントニオ、来たわけはわかるだろう。マルコ・バルバリーゴを抹殺するというんだろう。俺たちが試さなかったと思うのか。
今や奴は総督で以前よりさらに大物だ。宮殿からは一歩も出ないだろうしな。ええ、でも今夜だけは。今夜はカーニバルの夜だわ。確信があるのか。総督主催のパーティーがありますわ。ただ出席するにはある者がいる。それは黄金の仮面です。言っておきますが、偽物を作っても無駄なこと。仮面には番号が振ってあるのです。私にお任せを。大丈夫です。黄金の仮面ならきっと手に入れられます。何かしら頼み事でもあって。あの、失礼だが、なんで海女さんの格好なんてしているんだ？私は修道女。そうです、れっきとした神の花嫁なのです。売春宿を経営しているのに。つまり娼婦だ。まあ矛盾はございませんわ。信仰の実践は人それぞれ。私は体を使うことにした。それだけの違いではないかしら。そう、私も昔は教会を敬っておりましたが、この町の信心深い人たちに大層幻滅させられました。神の存在は頭で考えるものではなく、心と体の全てで感じるものではなくて、愛を知らない人の魂は決して救われません。私たちは男の人に愛を伝えているのです。確かに教会の教えとは相入れません。これは私の宗教。異端でしょうか。でもそれで人が強くなれるならよろしいかと。それについては同感だよ。紳士淑女の皆々様、いよいよカーニバルの余興の始まりです。素晴らしい商品を手にするのはさて一体誰でしょう。さて、今年も例年通り黄金の仮面を得た者たった一人だけが総督閣下主催の舞踏会への参加を許されることになっております。おお、なんと名誉なことでありましょうか。さあ参加を。4つのゲームに勝った者だけが今宵総督閣下の賓客となる栄誉に預かれるのです。ようこそようこそ。さてはて、足の速さと体力に自信はおありですかな。待ち受ける障害の数々、ルールは簡単。しかし感想は、最初に記録を更新した方、その方が黄金の仮面に一歩近づくことになります。なんという速さ、なんという体力でしょう。さあ、これで優勝に一歩近づきましたよ。ようこそようこそ。
ゲームのルールは至って簡単。敵を出し抜いてまんまと旗を奪い、それを自分の陣地まで持ち帰るだけという単純さ。敵に旗を奪われたときは力ずくで奪い返してください。目指すは3点先取すること。さあ、黄金の仮面が待っています。勝負あった。旗を守りながら敵の旗を奪う手際の良さ、まさに最強の戦士。さあ、栄光はもうすぐそこです。さあ、どうしました。男と生まれたからにはこのゲームを見逃すではないでしょう。ねえ、ご婦人方。ルールは例によって至って簡単。ご婦人方がつけているリボンをできるだけ多く集めるだけという単純さ。制限時間内に誰よりもたくさん集めた方が黄金の仮面に一歩近づくという寸法です。やだ、もう今日は一段と美しくていらっしゃる。たまらないわ。リボンをいただけるでしょうか。よろしいでしょうか。まあ素敵。いや、どうも。あなた素敵ね。何かご用でしょうか。やだ、もう今日は一段と美しくていらっしゃる。何かご用でしょうか。まあ素敵。いや、どうも。勝負あった。誰よりも多くリボンを集めたのはこの方。いや、憎いね、この色男。さあさあ、本当の栄光をつかむまであと少しですよ。腕っぷし自慢の皆さん、武器はなし、ルールはたったこれだけ。どうです、単純でしょう。最後まで残った者の勝ちですよ。さあ、勝利をつかむのは誰だ。そして黄金の仮面は一体誰の手に。次なる挑戦者は話せよ。
出せよ。臆病者はさっさと消えな。こいつは自分を勇者か何かだと思っているようだな。やれダンテ、思い上がりだと分からせてやるのだ。弱いな。誰かこの方に挑戦する人はいませんか？どなたもいないんですか？おっと、挑戦者だ。なるほど、そういうつもりか。皆様、カーニバルのゲームはこれにて全て終わりと相なりました。優勝者には黄金の仮面が与えられます。優勝者に選ばれるのは参加者の誰よりも俊足で腕っぷしが強く、その上頭も切れた方、もちろんご婦人たちにも大もて。正々堂々の勝利を収め、黄金の仮面を勝ち取ったのは黄金の仮面を勝ち取ったのはダンテ・モロでかした。では今宵また会おう。ごめんなさいね、まさかシルビオがあんなペテンをするなんて。ふん、奴らしい。シスター、黄金の仮面を盗んだ奴を見かけたら知らせなさいって言ってましたよね。奴はパーティーに向かっているわ。ありがたい、今なら追いついて仮面を奪い返せるはずだ。ほう、そいつを殺すつもりか。ああ、状況考えてみろ。いかん、殺したらパーティーは中止。マルコは宮殿に逃げ込んでしまう。またも時間の無駄だ。仮面は盗むんだ、こっそりと。大丈夫、うちの女の子たちが今パーティーに向かっています。仮面を奪えるようにその人の気を引いてもらいましょう。わかった、それで行こう。この大きならこの地の民よ、大運河での事件や水難事故の増加により、船の操舵中は酒類の過剰摂取を禁止に詰めやがった。それなりに値は張るが、うちはいい品物を揃えてるんだ。安物は扱わないし。ようこそシニョーレ。
さすがです。マルコはゴンドラに乗って水の上に。もうすぐ演説を始めるでしょう。うちの子が手を貸します。うまく紛れ込んでくださいな。ハッキング、兄上はもっと恥というものを知るべきだな。ちょっと口が過ぎるのではありませんかな、総督に。名ばかりの総督で使っているのは町の金ではないか。もっと大切な事案が山積みだというのに。マルコ殿は選ばれたのです。お父上は淡泊な方で、ご自身の政治的野心をあなたに押し付けなかったのかもしれませんが、ですが現状ではそれは重要なことではありますまい。総督の地位などなら言うことはないではありませんか。権力は財力に勝る。兄上は自分が選ばれた理由が財力以外にあると思っているのだろうか。知恵と指導力を評価されたのでしょう。その知恵の所産がこれだというのか。こんな見せ物が。町の結束に滅びが生じているというのに、総督が宮殿に引きこもり、人々の気をそらすための余興に金を湯水のように使うなど。人は遊興を好むもの、いわば人の性です。つまり見つけるんだ。ねえ、ちょっと息抜きをしていきなよ。遊んでいく。冗談抜きでうちにはマーチとチカの美人が揃ってるわよ。ねえねえ、最高にひと時を味にも見たくない。この町のもう一つの楽しみを体験してもらう。紳士淑女の皆様、ご注目を。総督閣下でございます。さて諸君、今年もベネチアが誇るこの一大行事の季節がやってきたのだ。戦時も平時も、富める時も貧しい時も続けられてきた伝統に彩られたこのカーニバルの季節が。くそ、船から降りない気が。こうなったら泳いで。無茶はダメです。すぐに見つかってしまう。その時は強行突破だ。待って、今宵はベネチアの繁栄を皆で喜び合おうではないか。世界を照らす我らが光を、ご一同ご覧あれ。そうだ、あのピストルよ。人殺しを止めた時の花火と音もそっくりです。タイミングを合わせればきっと気づかれずに済むはずです。それはいい考えだ、シスター。召喚で帰りをお待ちしてるわ。承知の通り、我らは困難な時を経てきた。しかし我らは一致団結して難事を乗り越え、ついには今の繁栄を築くに至ったのだ。権力の継承には困難が伴うものだ。今回さしたる混乱が生じなかったのはまさに行幸と言える。もちろん前総督の突然すぎる死は大きな痛手であった。行幸の犯人が今も町のどこかに潜んでいるとあってはなおさらだ。我々は前総督を敬愛していた。万人の友であり、唯の人物であった彼を。だが彼の政策は果たしてどうであったろう。その日後は本当に万全であったと言えるのだろうか。彼が今も総督であったら、我らの未来はどうなっていただろう。
不安に思っていたのは私だけではなかったのではないか。悲しいから彼には先を見通す目が欠けており、この先に起きるであろう事態への備えもなかったのだ。だが諸君、どうか安心してもらいたい。私には備わっている。先々まで見通す目が。輝ける未来へ手を取り合って邁進しよう。私が導くベネツィアの未来、それは力と富に満ちた未来だ。さらなる強大な艦隊を築こう。そうすれば我らはどの国からも恐れられる存在となる。交易路をこの世界中に広げよう。夢にすら見ぬ香辛料や宝を持ち帰るために。よし、まだダメだ。するべきことが。これが定めだ。死は優しからざる者にあらず。眠れ、安らかに。まずは急げ、オットがいたぞ。なんて素敵なの。素敵よ。素敵じゃない。彼は英雄よ。さぞ疲れたことでしょう。さあ休んで。よう、町の救世主。なんていうか、俺には何でも疑う悪い癖があってな。だがようやく合点がいきそうだよ。後にしましょう。よく頑張りましたわ。今はまず疲れを癒すことに専念しないといけません。確かにズキズキといたんで仕方がない。ぜひとも優しくしてもらいたいものだな。ええ、心得ているわ。みんな。